皆様、こんにちは。アメリカメディアザ・デイリー・コーラーによると12月20日、イラクのアメリカン大使館付近にロケット弾8発が落下したことにより、1人が死亡し、大使館の建物も一部破壊されました。ポッピオ国務長官によると、この攻撃によるアメリカ人の負傷はありませんでした。ロケット弾攻撃の後、トランプ大統領は12月23日、 ロケット弾攻撃はイラン政府によるものだとツイートし、イランに警告を発しました。アメリカの情報機関は、イランがイラクにいるアメリカ人に対するさらなる攻撃を計画している可能性があるとし、トランプ氏はイランに対して、もしアメリカ人が殺されたら、イランの責任を問うと警告しました。一方、アメリカ海軍は12月21日、 オハイオ級巡航ミサイル原子力潜水艦ジョージアとミサイル巡洋艦2隻がホルムズ海峡を経由してペルシア湾に入ったと異例の公式発表をしました。原子力潜水艦ジョージアはアメリカ第5艦隊に所属し、154発のトマホーク対地攻撃巡航ミサイルを搭載できます。機動部隊として緊急軍事行動を支援し、 いかなる脅威にも対応できる能力を備えています。公開資料によると、ホルムズ海峡は国際貿易活動において非常に重要な戦略的位置を有し、世界で最も忙しい水路の一つです。世界の液化天然ガスの3分の1、全世界の石油消費量の約20%がこの海峡を通過します。 したがって、この海峡の海上安全は世界経済の影響と発展に極めて重要です。ご視聴いただきありがとうございました。